ありがとうございます。東京から見ると、旧福島第一の原発の事故の地点の方に向くじゃないですか、海の。やはりどうしてもそれだけで、なんとなく。苦渋には恵まれない、2人でこういったことは初めてなんで大変びっくりしてますし、まあ、天候が悪かったんですけども、まあ、来てよかったかなというふうに思ってます。今もなんかやってると思うんですけど、線引き屋はね、線引き屋は全然面白いけど、5000人の達成ということで一安心はしています。今後とも皆さんがですね、北茨城の素晴らしい海の幸、山の幸、そうぜひ来ていただいて、早く1万人、さらには2万人ということで、復旧復興に向けて頑張りたいと思います。